何か会話のきっかけがあった時こそ恋が生まれるチャンス。ホトキャツカレルアラノです。本日はですね、みことさんをお呼びしてですね、異性に話しかけられた時どういう反応する人がモテるかっていうのをお伝えしていきたいと思うんですよね。これよくモテテクニックって自分からどう話しかけるかみたいなところのテクニックばっかりになりがちなんですけど、話しかけられた時の反応が可愛い女の子とかっているじゃないですか。男の子がいい反応を示したら、あ、この人はすごい爽やかでいいな、やってみましょう。ちなみにアラノくん、はい、いや、そんななんか不信がらないでよ。これってめちゃくちゃあるの。女の子から急に声をかけられるっていうのが、仲いい女子として話しかけてるのか、その仕事なのか、ね、勉強教えてとかなのか分かんないから、ちょっと挙動不審になっちゃう。このとっさの反応が悪いと女の子に頼りなさを感じさせてしまったりするわけなんですよね。逆に女の人、すいません、ちょっと時間あります？え、女の子って声かけられた時にちょっと身を引いちゃう、えってなっちゃって、うわ拒否られた。あ、男の人ってでもそれって、あの好きな人ほどそうなっちゃうと思うよ。え、どうでもいい人の方が、え、何みたいな、それにいけるんだけどさ、女子からするといきなり好きな人に話しかけられたら、え、なんかマスカラとか、ま、眉毛とか大丈夫かなって、そういうなるほどねのもあって、え、ちょっと待って、一回確認したいからっていう感じで引き気味になっちゃうんですよ。常に顔が仕上がってるわけじゃないから、そう、今私まず見ないでっていう感じになっちゃう。これうまくいってるポイントが実はあるんですよ。これね、3ステップです。覚えておいてください。これね、覚えたとしてもすぐにできるようには多分ならないです。とっさの反応を変えるっていうのは魂に刻み込まないと覚えられないんで、1つ目が何かをしてる、本を読んでる、勉強をしてる、タイピングをしてる、この作業を一旦止める。話しかけられた瞬間止まる、止まってちゃんと振り向いてあげてください。あ、どうしたのってまず止めて反応をする。で、その次にステップ2が手を離す。まずは手を止めるっていうので、話しかけたことに対してちゃんと反応してくれてるって思って、でその後に手を離すということで、その今集中していたことよりもこっちに集中を向けますっていうアピールになるんですね。で、3つ目が相手が気を使わないように笑顔になるってこと。なんかやってる、声かけられた時に手を止めて振り向く、手を外す、で笑う。ちょっとやってみましょう。アラノくん、あ、大丈夫今？ちょっとさ、聞きたいんだけど。あ、全然、大丈夫です。座ってください。いい印象を与えるじゃないですか。そうだよね。この3ステップってめちゃくちゃ些細な行動の連続なんだけども、1個でもかけ違えるとあんまりいい印象にならないんですよ。声かけられた時に、え、どうしたのってなると、うち来るなって思うし、なんかすごい余裕がある男性って感じしますよね。それって女子ならではのやつっていうのもあると思ってて。なるほど、やりましょう。アミコトさん、ちょっと聞いていいですか？ん？あ、なんか教えてほしいことがあって、うんうん、時間あります？ちょっと、うん、大丈夫。今やってもらったのって、はい、うん、まあ、確かにその手を止めて手を離して笑いかけてくれるっていうのやってくれたじゃないですか、うん、違うんです。もう一つ今隠れたポイントがあったんです。女性らしさを感じられる仕草のポイントが曲線なんですよ。こうやるんじゃなくて、え、どうしたのじゃなくて、どうしたのって少し曲線を入れるんですよ。はい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 、全然違うの。確かにそれあるかもしれないですね。神の動きとかも出て揺れてるものを見てしまう理論で言うと、そう、ちょっと気になるポイントになりますね。しかもその揺れるのがなんで男性が好きかって言ったら、揺れるものが単純にこう追いかけたくなるっていうことプラス、揺れることで曲線が生まれるんですよ。その曲線が女性らしさ、柔らかさのポイントなので、で最初にんってやるんじゃなくって、んってやるんですよ。これバチッと合わさった瞬間を演出するんですね。女の子がちょっと下から上目線になるのって男からしたらやっぱ可愛いんですよね。確かに男の人からしたらキュン要素になります。一目惚れさせる瞬間っていうのは女性が作るんですよ。多くの人から好感を持ってもらうっていうのはすごい大事なんですけども、なんか興味のある人とない人でそれって使い分けってすべきなんですかね。ちょっとね、変なおじさんとかには絶対しないでくださいね。習慣にしなきゃいけないけど、うん、習慣にしてしまうとどうでもいいピザデブにもしてしまうっていうリスクがあるわけじゃないですか。で、出し分けをするってしたら、うん、二面性があると思われるんですか？だってイケメンにはなんかもうすごい二段階説目線でいい感じにして、おっさんに話しかけられた時はなんかみたいな反応してしまうと、はい、なんか裏表ある女の人だなって周りから見られた時に評価下がっちゃうじゃないですか、うん、デートの時に使うっていう感じで、この二段階説しました、うん、した後にすごい素敵な人だったらなんか笑顔でどうしたの、うん、って言ってあげて、まあ、どうでもいい人だったらちょっと聞きながら、はい、反応としては同じ色気のあることをした上で、うん、言葉で脈のを出し分けるっていう、うん、そう、逆にしちゃうとやばいのでね、気をつけて。
はい、ということでちゃんとね内容話せたと思うんで、今日の内容を簡単にまとめると、話しかけられた時こそ恋のチャンスであるというところは、まあ皆さんなんとなく分かると思うんですよ。男女共通でこうしてくださいっていう3ステップが、まず何かをやってたら振り向いて手を止める、会話の中で手を離す、でちゃんと相手に体を向けてください、はい、そして会話のかなり序盤で笑顔になるっていう、うん、笑顔大事ですよ。今マスクで皆さんこう笑顔不足ですから、女の子はさらに目線を2段階右折させるっていうのをやってもらうと、男の人の好感度とかその恋愛のスイッチっていうのを入れやすくなるんじゃないかな。確かにそう、恋愛のスイッチ入れるってすごい大事なので、はい、ぜひやってみてください。ということで皆さん、ね、みことさん、はい、恋愛の講師をされてて、はい、こう見えてもう年齢もね僕よりも年上っていう。あ、そうなんですよ、年上なんですよ。洗練されたテクニックみたいなのを持ってるんで、まあ、それがそのブログとかインスタとかですね発信されてるんで、はい、ぜひリンク見ていってください。ツイッターも最近はやってます。本当ですか、はい、してると思うんで、まあ、リンク貼っときますんで見てくださいね。ということで次の動画でも会いましょうね。ありがとうございます。